鉄道人身事故ニュース速報です。2021年4月7日14時39分ごろ、愛の風富山鉄道線の西高岡駅高岡やぶなみ駅で人身事故が発生した模様です。愛の風富山鉄道線での人身事故は今年2件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。フォローお願いいたします。